はい、皆さんこんにちは。今日はね、いろんなアンパンマンのおもちゃがあるんだね。こういったいろんなアンパンマンのおもちゃの中からちょっとね、面白いというか珍しい、あんまり見なかったおもちゃがあったので、それを紹介しようかなと思います。これかな。そう、ちょっとね、これは初めてね、見たのでちょっと用意してみました。じゃあどんなおもちゃか一緒に見ていこうかな。じゃじゃーん、おっと、アンパンマンの顔があるね。これは、あ、アンパンマンのトイレだね。じゃあこれなんだろう。これは、あー、喋った、やったねとか言われたよ。これを開けると、よいしょよいしょ、あ、トイレだね。やっぱりトイレでジャジャーっとして、それでここで、あ、これを引っ張れるんだね。トイレットペーパーになってるんだ。トイレットペーパーでお尻を拭いた後にジャジャーなんだね。それじゃあアンパンマンが来たよ。アンパンマンがトイレするみたいだね。パカーン。はい、アンパンマン、トイレをして、はい、じゃあトイレットペーパーでお尻を拭き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 、よーし、じゃあトイレを流さなきゃ。バタン、いくよ。すごいね、トイレが流れていった音がしたね。この反対側はなんか仕掛けがあるみたいだけど、なんだろう。あー、見て見て、あー、すごいすごい、ほら、ドキンちゃんが、ドキンちゃんが着替えるよ。今日はどの服にしようかしら。食パンマン様と今日はデートだから、どっちの服がいいかな、迷っちゃうなって感じだね。よし、今日はこっちにしよう。そんな感じだね。すごい、これ後ろと前と両方ともおもちゃができてるんだね。はい、みんな楽しかったかな。トイレはちゃんとできてるかな。アンパンマンみたいにかっこよくできるといいね。それじゃあみんなも元気100倍でトイレを。だね。それじゃあ次の動画を待ってるよ。この中から好きな動画を選んでね。